永瀬廉インスタ解説の理由は平野翔にあった。2人のロケ楽しかった。2月共演予定の彼らが共に高め合う姿に涙。こんにちは、スコープ芸能です。キング&プリンスの永瀬廉さんが自身の誕生日である1月23日にインスタグラムアカウントを開設しました。早速写真を何点もアップしてインスタを楽しんでいる様子でしたが、彼のストーリーズ投稿がモザイクまみれとファンの間で話題を呼んでいます。永瀬廉です、インスタグラムもよろしくね、というメッセージを添えた初投稿写真には45万兆のいいねがつき、フォロワー数も90万人に達そうとしています。相方である高橋海人さんはすでに昨年10月にインスタを開設しています。永瀬さんはインスタを始めることを事前に伝えていなかったのか、高橋さんはストーリーズにこれって永瀬くん本物ですかと彼のアカウントのスクリーンショット画面をアップしていました。もしかしたら高橋さんは永瀬さんのアカウントを宣伝する目的であえてこのような投稿をしたのかもしれませんね。永瀬さんは他にも歯磨き中の写真や仲良しの先輩であるキス、マイ、フットツー、玉森裕太さんとのツーショット動画などを公開し、ストーリーズも頻繁に更新しており、こんばんは、撮影してくるねなどとファンにメッセージを送っています。そんな中ファンを驚かせたのが美味しかったという言葉が添えられた食事の写真です。食器と鍋すべてにモザイク処理が施されており、永瀬さんが何を食べたのか一切わからず、かなり異様な内容になっています。また続けて投稿されたのが永瀬さんがありがとうという言葉とともにバースデーケーキを持っている写真なのですが、このケーキにもまたモザイクがかかっていて、ネット上のファンは騒然となっていました。なぜ永瀬さんは食事やケーキの写真にこのようなモザイクをかけたのでしょうか。それは店を特定されたくないからという理由が考えられます。昨年10月にはスノーマンの公式 YouTube チャンネルで目黒蓮さん、ラウールさん、向井浩二さん、深澤辰也さんのドライブ企画が公開され、そこに都内の洋食店でランチを楽しむ様子が映っていました。予告映像が公開された段階でファンが店を特定し SNS で大拡散され、店には問い合わせの電話が殺到して、なんと回線がパンクしてしまったそうです。店側が公式 X で個人経営による小さい店舗ですのでご配慮のほどよろしくお願いいたしますと発信する事態となりました。こうした前例に鑑みて永瀬さんはファンが店を特定しないよう徹底してモザイクをかけたのではないかと見られています。また昨今はタレントがブログや SNS に投稿したプライベート写真がきっかけとなり、特定の女性との親密関係を疑われるケースは少なくないですね。例えばタレントの投稿した写真をもとに、あの女性も同じ飲食店で食事をしていたとか、同じアクセサリーや服を身につけていたとか、そういうことを目ざとく見つけるファンがいるようです。中には2人が親密関係であることを匂わせていると激怒する者もいるので、永瀬さんはプライベートの写真をアップすることにかなり慎重になっているのかもしれません。まるで探偵のようなファンもいますから、永瀬さんもそこは当然意識して写真を投稿していると思います。ネット上ではプロ意識が高い、さすがアイドルなどと称賛されていますが、実はもうモザイク処理をされていたバースデーケーキの方は早速ファンに特定されています。サーティワンのスーパーマリオパレット6と見られ、確かに色合いは完全に一致しています。一体どうやって見つけてくるのでしょうか。恐るべき探索力です。とはいえ一部の永瀬さんファンからは、あのモザイクは永瀬さんなりのボケであるという指摘も出ています。果たして本人の口からモザイクをかけた本当の理由が明かされる日は来るのでしょうか。そんな中、翌日の1月24日放送のラジオ番組キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンでは、1月23日の25歳の誕生日にインスタグラムの個人アカウントを開設した経緯を明かしています。番組冒頭で永瀬さんは25歳になりました、25ですか、私ももう立派な大人というかと切り出し、早いね、
もう25かっていう。去年はいろいろあったな。24は、23もいろいろあって22も、20歳になってからあっという間やね。としみじみと話しました。さらに、プロフィール画像とか難しいじゃないですか。いろいろ考えた上で、せっかくいろんなシチュエーションで撮ってもらってるから、絶対いい写真があると思ってスタッフさんにお願いして、アザーカットというか、本誌には出てない写真をピックしてもらって、それを使わさせていただきましたと続けました。インスタについてはまだ練習中というか、インスタグラムっていうものはいろんな機能があるからね、写真を投稿するのは問題ないけですけど、その他の機能は勉強しながらという感じなんですけど、と試行錯誤中だと言います。さらにリスナーに向けては、どんなインスタでどんな写真が見たいかっていうのは別に送っていただいてもいいですけど、そんな参考にするつもりはないかもしれないです。僕があげたいものをっていう感じなんで、とし、そんな自分の写真ばっかりにするつもりはないしっていうスタンスなんで、キメキメじゃないっていうか、何のテーマもなくつらつらと写真を流していくっていうインスタになるかなと想定していますと説明しています。個人アカウントを開設した経緯について、なんで始めたかっていうところですよね。もはややってないタレントの方が少ないじゃないですか。今までやってないっていう状況が普通やった中で、やらないと自分が損しそうやなというか、と告白。さらに、自分のインスタ持ってると、作品とか音楽とか可能性が広がるから、ほとんどの人がやり始めてるから俺がやってないと逆に、今後もしかしたらプラスはあってもマイナスはないかなと思って始めた。っていうのが経緯ですね、とぶっちゃけました。改めて永瀬さんは、簡単に言うと、みんなやってるからってことですよね。ほんまにざっくり言うとね、と冗談交じりに話しつつも、その裏にはいろいろ考えてるんですけど、ほんまはやるつもり全くなかったけど、大変じゃないですか。インスタってやり方もわからんしさ、写真も撮らんからないしさ、でも自分のペースで上げてくんで、ぜひぜひフォローしていただけるとやる気が出ますよね、と最後には真面目に語っていました。永瀬さんの言葉にファンからは、可能性を広げるために始めてくれたインスタグラム、みんなやってるからって言いつつ、絶対めちゃくちゃ考えてるよね、その裏にはいろいろ考えてるって言ってたね。この時はまだネトフリの解禁されてなかったし、蓮くんなりの戦術あるんだね、といった声が上がっています。永瀬さんの個人アカウントは開設2日でフォロワー数80万人超えと、相変わらずの超人気ぶりを証明しています。ただインスタはほんまはやるつもり全くなかったと語っていますが、それでも開設したのは元キンプリでナンバーアイの平野さん、神宮寺さんがインスタアカウントを、岸さんが X、ツイッターアカウントを開設したことも大きかったのではないでしょうか。ナンバーアイの3人に先駆けてキンプリを脱退した岩橋元気さんも、旧ジャニーズ事務所退所後、インスタと X の個人アカウントを開設し、同じキンプリの高橋さんも2023年10月にインスタの個人アカウントを開設しています。共に切磋琢磨した仲間たちが SNS を開設したことに影響を受けないということの方がありえないですよね。特に平野さんのインスタのフォロワー数は411万人超と桁違いです。今回 X には永瀬廉のインスタの師匠は平野翔かという声も上がっていて、それほど平野さんの存在感は増しています。平野さんはパートナーシップを結んだルイ・ヴィトンがフランス・パリで行ったイベントに招待される様子などをアップしたり、ワールドワイドな活躍ぶりが確認できるので、永瀬さんもそんな平野さんに刺激を受けているのではないでしょうか。他方でファンからの今年の誕生日コメントでは、永瀬さんと平野さんが2月に再会できるんじゃないか、そう期待を寄せる声が非常に多いそうです。今年2月に発表される第48回エランドール賞新人賞に平野さんと永瀬さんがノミネートされているそうです。多くの候補者がいますが、もし平野さんと永瀬さんが2人とも受賞できた場合は、毎年2月上旬に開催される授賞式で顔を合わせることになるのです。今回は平野さんが主演連続ドラマ「クロサギ」でノミネートし、永瀬さんは主演映画「真夜中乙女戦争」と「法廷遊戯」です。ドラマは福山雅治さん主演で、
永瀬さんが新人刑事役を演じた。ラストマン、全盲の捜査官と広瀬すずさんとの共演作夕暮れに手をつなぐの計4本の出演作でノミネートされています。そのため賞レーンが並ぶ姿見れるかも。エランドール賞新人賞の発表は2月頭だっけな。ずっと願ってることの一つです。黒崎高志郎と音と泉ぜひにといった賞レーン再開の待望論が SNS に多く寄せられています。そんな2人ですが、ジュニア旧ジャニーズジュニア時代の永瀬さんは2歳上の平野さんを兄貴分として慕っていたといいます。一時期は永瀬さんが歌もダンスも芝居も完璧な平野さんに一方的に嫉妬して不仲な氷河期があったことを公言していますが、キンプリとしてデビューした2018年には雪解けし、お揃いのネックレスをしたり、2人のロケが楽しかったと雑誌の対談インタビューで話すなど、兄弟のような仲良しコンビとして有名です。そして脱退後は少しいざこざがあったような話も出ましたが、それもこじれることなく和解したということですから、離れ離れになった今も関係はとても良好なんでしょうね。その裏にはいろいろ考えてると語った永瀬さんのインスタでの今後の展開に注目が集まります。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。